専門フォトグラファー、半田カメラさんです。よろしくお願いいたします。ヨタケファンの皆さん、はじめまして。こんにちは。驚き巨大物トップ3を発表していただきます。見つけた時のアハ体験みたいな、うんうんうん、おーいるじゃんみたいな何十回も言ってますけど、はい、何十回言ってもやっぱりデカって言ってしまうっていうね次のテーマがですね、半田さんの今ここは言っておきたい、危機にさらされている巨大物さん。はい、はい、悲しき巨大物があるんですよね。これですね、はい、こちら兵庫県の淡路島に、はい、淡路島世界平和大観音というね、100メートルこれあります。あの観音像が実は あるんですけれども、100メートル、はい、実は今年の4月に解体されるということが決定しまして、いやー悲しい、はい、このねカラッと晴れた空にね鳥がパラパラ飛んでるところもなんか悲しさをもう演出してますよ。実はこれもね、うん、同じこの、はい、観音さんが撮った写真なんですけど、ね、もかなり悲しいですね。背中が悲しい悲しいですね、うん、淡路島というか兵庫県の地元のこう財を成した方がですね、個人の方が建てられたものなんですけれども、その方が亡くなった後こう後を引き継がれる方がいらっしゃらず、ちょっともう廃墟に近い形でこう放置されてしまった期間が長くてですね、ちょっとこう問題になったりとか、取り壊すのにも相当なお金がかかるので、誰がどこが責任を持ってやるのかみたいなので、ちょっとこう問題になったりした観音様なんですよね。生、うん、い立ちがあまりにも悲しすぎます、うん、はい、で今年解体が決まって、まあ、何年かかけてこのここに塔があったりとかするんですけど、はい、これか、あ、はいはい、塔も大きいですよね。これ大きいです。重重の塔かな。重重の塔、はい、でも、もう上がポッキリ折れちゃったりとか、ネットかぶされてたりとか今してる状況なので、こういう塔とか周辺からこう取り壊しが始まって、多分この観音様が取り壊されるまでは数年、1年とかかかるんじゃないかなと思うので、はい、もし拝みにですね、はい、手を合わせに行きたいという方がいらっしゃいましたら、今がチャンスというか、今がチャンス、はい、はい、これね、財を成した方が作ってて、多分作った方のオリジナルのそのセンスっていうのがちょっとね加わってるところも愛しいですよね。そうですね、こうちょっとフリーダムな感じが、ねプレタポルテじゃないと言いますか、うんうん、はい、このここについてるのは展望台でしたっけ。そうなんですよ、この首のところに展望台がちょっと飛び出しちゃってる感じになってて、はい、ちょっとゆるっぽいデザインみたいなところも私的には愛おしいなっていう感じで、巨大なね、この島を見守る仏様を俺が作るんだっていう熱烈な思いがなきゃ 100m も立てないですから。そうですよ。阪神・淡路大震災があった時に、はい、淡路島はそんなに被害が大きくなくって、はい、それはこの観音様が淡路島にあったからではないのかというふうに言われてたりとかもしたんですけどね、うんうんうん、なんかこのコロナの、ね、時期にこう取り壊しが決定してしまうっていうのがまたちょっと悲しい、やっぱ難しいですよね、個人で作ったの守っていくって。そうだと思います。でも成功してる例もありますからね。そうです、頑張って維持管理されてるところもたくさんある中で、うん、まあこちらはちょっと、やっぱね、平成というかね、この近代になって大仏作るって結構なお金ももちろん、維持ももちろん、作るだけじゃないんです。巨大仏は作った後が大切なんですね、はい、そのことも含めてですね、はい、考えて、皆さん考えていただきたいし、はい、ぜひ、はい、今後も維持存続、たくさんの大仏様がしていくためにですね、はい、皆さんぜひコロナが落ち着いて、はい、県をまたいで大仏ができるようになったら、はい、ぜひ参拝しに行っていただきたいなって思います、はい、思います。本当にもう50円でいいからお布施をね、そうですね、とするだけで違いますので ね、じゃあ最後ちょっと番外編で御仏が驚いた巨大物どうしようかな。私ね、結構その巨大物としてはその街中にひょっこりもいいんですけど、やっぱ大自然の中に急にボンっていらっしゃる、ここにいるんかいみたいな、そういう感動を私はやっぱ覚えるし、半田さんの写真はね、その感動ごと切り取ってくれたちょっとやつですねこの海の観音様、うん、これはどなたでしょうか。
これね、魚卵観音ですね。はい、魚卵観音さん、うんうん、新潟県の日本海岸沿いにある観音様なんですけど、魚卵観音って言って、はい、海の航海でこう事故が起こったりとか、はい、そういう方の慰霊のためだったりとか、あとお魚の供養だったりとか、はい、魚介類のね、そういうもののために魚卵観音って結構建てられること多いんですけども、うん、大体こうカゴを持ってて、そのカゴの中にこうお魚がいたりとか、こう手にこうお魚を抱えてる魚卵観音とか結構あの海辺にあることが多いんですけど、うん、この観音様はなんと魚に乗っちゃってるっていう。本当だ、下魚だ。そうそう、なんかたい焼きみたいなのに乗ってます。そうなんですよ、なんかね、はい、あのどうも海にいる感じじゃない感じのね、うん、お魚なんですけど、うん、ちょっと鯉っぽいね。鯉っぽい。やっぱここは仏教ですね、木魚。なるほど、なるほど。木魚を多分モデルにしてるのかな。してるのか、うん、ちょっとね、むぎゅって感じのお魚がまたこれ、あの邪気みたいな感じでね、踏みつけられてるみたいな感じがまたちょっと愛おしいのと、いい、観音様のお顔もね、すごい可愛らしくて、すっごい綺麗ですね。海のラインがここに入るのっていうのは、はい、通常 見たところだと入らないので、はい、こう高台までこれ登ってって上からこう望遠で撮ってるんですよね、はい、そう、これわざわざそのスポットを探したんですもんね。これ越後まで車で行ったんですよね。そうです、そうです、そうです。5、6時間やっぱりかかりますよね。そうですね、でもまあなんかそれぐらいは普通に移動範囲内っていう感じなので移動圏内って感じなので、はい、すごい。このやっぱ大海原にザバーンといるのがマジ人魚ですよ。そうですね、このままこうそのままこう海こういきそうじゃないですか、いそう、このままこうずずずずっと海に沈んでいきそうな感じの、消えていってね、雪の向こうにね、はい、そう、いやこれはいいですわ、ありがとうございました。本当に驚きの巨大物でした。はい、ということで半田さんにお話を伺いました。ありがとうございます。半田さんの書籍、この夢見る巨大物と遥かな巨大物、はい、西と東でね、そうですね、この写真を撮ったエピソードとお写真、東日本編と西日本編、はい、あの大仏様相当数何十も載っております、うん、はい、ぜひぜひ、はい、あのご興味持たれた方は、はい、あのAmazon等でご存じでお願いします。よろしくお願いいたします。もうこぼれ話が感動的です。私も超好き。ありがとうございます、はい、ということで半田さんありがとうございました。どうもありがとうございました。ナム。